はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。圭一様、ご支援ありがとうございました。あれはたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。メール党員様にお手伝いいただくですね、10日の署名活動、予報が雨から曇りに変わりました。よかったよかった。まだ変わるかもしれないんで、油断はしませんけれども、まあまあよかったなーって、変わんないでほしいなこのまま思っております。 NHK でもあんなに集まって目撃者も何千人もいたのに、メディアがどこも報道しないというですね、シェアニュースジャパンさんのツイートにですね、リツイートが5400、いいねが 1.5 万つきました。やっぱり皆さんですね、ネットのツイッター上の皆さんはすでにテレビないとかですね、NHK スクランブルやるはずねえななんて諦めてる方が多くて、こっちの方に反応する方が多い。どこも報道しない、国葬反対集会だったら5人でも全国放送するのに、ちっこいちっこい差別的な落書きだったら誰が書いたか分かんなくても全国放送するのに、好評だったので、11月20日日曜日にまたやります。よろしくご参集ください。スクランブルでもは絶対に放送しない NHK が、昨日夕べ総合20時からのゴールデンタイムに鶴橋特集を、放送してしまいました。ディープな鶴橋 vs ポップな新大久保、東西コリアンタウンのグルメ美容をご紹介。鶴橋駅を降りた時のあの焼肉の香りがたまらないですよね何言ってんの、大変気持ちが悪いと評判になっておりました。クソキモいぶっこんできたな。日本人の受信料で韓国揚げ、おすすめはキムチじゃねえよバーカ。外国人専用放送、日本人が払った受信料でやることか、やっぱ内部にいるんだろうな。エンドロールに普通に外国名が出てくるし、 NHK なんかやつらしか見てねえし、国鉄よりも先に民営化すべきだった組織と、そうだね、私もそう思います。何よりも先に、まあ影響力が大きいからね、国鉄より先にやるべきだったね。で、ここやってたら国鉄民営化なんかもだいぶスムーズにいったんでないでしょうか。スクランブルっていうかサブスクにしてくれれば一日中コリアンタウン特集しててもええよ、契約減るだけだし、私はテレビ持ってねえしね。 NHK が頑なにスクランブルを拒否するのは、他のサブスク、アマプラ、ネットフリー、 D アニメなどと競争に放り込まれたら生きていけないのが分かってるからであります。大事に育てられた小型犬をですね、ジャングルに追っ放すようなもんでひとたまりもないですね。事実ですね、売り上げは半分以下になるっていう試算も出ておりますし、もしスクランブルにしたらというサブスクにしたら、収入が半減してノーダメージの組織なんかないですよね。どんな会社だって収入半分の以下になっちゃったら、ダメージ食いますよ。実はスクランブルは明日にでも可能であります。契約を促す画面下の邪魔表示あんですけれども、契約してない人のテレビね、それでっかくして画面全体覆うようにすれば音声しか聞こえないラジオになります。邪魔表示は1時間のうち15分間表示します。こんなのもNHK の内部で決まっておりまして、これをね常時表示にして契約者のテレビだけ解除すれば、それこそそれが即スクランブルですよね。契約者のテレビの個体識別はこれのためのに開発したですね、これのためっていうのは、邪魔表示を出したいから開発した B キャスカードですぐにできます。なのにやらない NHK と、NHK の2大組織は番組を作る放送総局と受信料を取り立てる視聴者総局、視聴者総局の方は苦情の窓口もやっております。噂なんですけど放送総局に日本人おらんって、寄せられる番組内容への苦情も窓口の視聴者総局が握りつぶして番組制作現場には全く届かない。これは証言得ております。私
なのでこういう肝がられてますます見れなくなってもですね、見られなくなってもですね、状況は改善しません。また繰り返します。苦情の声なんか聞こえないんだから。番組内容に事情が期待できないのは、まあ、フジテレビと同じですね。視聴者総局の職員は、NHK 絶対正義の洗脳がすごい。そうであります。全員ですね、国民全員、受信料払うべきぐらい思ってて、テレビやってもなくても払えぐらい思ってて、NHK の指令に、疑問など持たない信者化している、一歩間違えればですね、逮捕案件の家の中覗くとか、場合によっては立ち入る、これ完全にアウトですよね。もう疑問なくやってしまう。 NHK に全く疑い持ってね、信者だから、視聴者総局の職員ね、ロシアのスパイ維新の鈴木宗男がロシア大使館主催の講演会で講演、隠す気皆無のこの態度、維新的にはどうなんだって話なんですけど、講演内容がまたひどかった、ウクライナは停戦協議に応じるべき、アメリカはウクライナに武器提供をやめるべきと、言っております。世論、ザ・売国度、ロシアが撤退すれば丸く収まる、もう押し返されてるしロシアの負けだぞ、ウクライナの停戦交渉を跳ねつけたのはロシアだぞ、事実上の降伏勧告か、すごいこと言ってんな。ロシアが負けた時にこいつがどんな嘘をつくか興味がある。なんで攻められてるウクライナが停戦するんだよ。もう敗戦国ロシアをどうしようかっていう段階なんだが、維新はこいつを放置でいいのか。グレンコ・アンドリーさんもこんなこと言ってました。ウクライナ人はおとなしく死ねって言ってんのか。まさにまさにであります。アメリカが武器を提供するから長引く、ウクライナ人を見殺しにしろって言ってますね。こいつ何人なんだろうね。九条は日本人は抵抗せずに黙って殺されてる、同じ匂いしますね、胸を抜いてること。それね、ネット社会以前の昭和だったら通用したかもしれないですけど、今は誰も騙されませんよ。九条じゃ平和は守れない、無抵抗憲法、平和じゃない、無抵抗憲法、バレてますからね。日本を牽制するために北朝鮮に命令して連日ミサイルを撃たしている。今朝も起こったみたいですね。ロシアの弱体化は日本と日本人にとって利益、今朝も EEZ 日本のに撃ち込んだみたい、2発ね。よってロシア弱体化につながるウクライナへの武器提供は日本にとっても利益なんですよ。武器輸出三原則なんていう、どこにも明文化されていない、なんとなくっていうもので武器、ウクライナにあげないけど、日本は日本人の得考えたらウクライナに武器立ててくれちゃった方がいいのね。これでロシア軍を撃退してくださいですね。戦争長期化でズダボロになったロシアが北方領土買ってくれませんかって言ってくるのが理想的なんですね。逆にダメなパターンはロシアがウクライナでうまいことやっちゃって、これなら東の方もっつって北海道に上陸すると、アイヌはロシア人だ、ロシア人を保護しなくちゃっつって、ロシア軍が北海道に攻め込むっつうのが最悪のパターンですね。なのでウクライナ人は黙って殺されてるっていう胸はですね、日本人の敵ということになりますね。維新はこいつ放置してていいのかな。スパイ容疑の維新は、スパイ容認の維新は外交に関わらせてはいけない、こういう常識が出来上がる可能性ありますね。まあそれでもいいですけど、すでに出来上がっていくかもしれないですけどね。ほっくりニュース、泉健太立憲代表記者団に向かって政権批判、からっきしだと言ってしまい盛大に滑ってしまいました。アホくさ、真面目に仕事しろ、座布団全部持ってって、ちょっと何言ってるか分かんない。支持者は拍手喝采、選挙に勝てるといいね。支持者に取り入ろうと必死に支持者レベルの言動をしているだけだから責めるな。それは泉はバカで無能ですけど、立憲の代表って誰がやっても針のむしろね、何か言えばお前が言うなで
封じられて、とりあえずお前が言うのって言っといて、後から理由探しても必ず見つかるしね。まあ、誰がやっても泉じゃなくても針のむしろ、もはやしょうもないギャグでごまかすしかない。私と誕生日同じなんですよね、こいつ。7月29日、もう誕生日占い信じないと信じないと、母校に多大な迷惑をかけ続けているのに悪びれもしない恥知らずの売国道パヨール石井さん、盛大なヤブヘビをかます。1日3回何十台ものトラックが土砂を運び込む。それを阻止するために老人たちは座り込む。警備の人間に抱きかけ上げられて排除される。これを毎日何年も繰り返しているんですよ。その姿を見ればこんなことは言えないはず。やんなきゃいいだろう。工事の妨害しなきゃ抱きかかえられて排除されねえだろう。警備の方もいい迷惑だ。何正当化してんのって話なんですけど、テドコンさん、よそから来てる連中で県民じゃありませんよ。パヨール、皆さんこれ本当ですか？反応、沖縄県民です。ほぼ沖縄県民はいないと思います。県民です、本当です。地元のおばあも弁当食べたいから参加とかそんなもんです。うちの年老いた母は遠足に行こう、お弁当も出るよと誘われ集団でバスに乗り、着いた先は辺野古の座り込み。意味もわからないまま座らせられ、弁当は支給されたものの募金をお願いされて1000円払って帰ってきました。聞いて心底呆れました。これこんなね、信じやすいおばあさん誘拐されちゃうんじゃねえの。たやすく全然死んねえバスに乗るなよ。ほとんどが内中で、ボギーさんのおっしゃる通りです。沖縄県民です、事実です。確かに反対派の中に沖縄県民もいますが、本土の方や最近では半島の方、大陸の方がいっぱいいるのも事実です。ちなみに座り込みしてないのも事実です。なんか3時と6時と12時に座り込みしてますかなんか言って、それ巡回じゃねえの。国連では座り込みとは1日12時間以上座ってることってあるよって突っ込まれて発狂してましたね。基地近隣の住民の方々に取材、基地反対派が来てからおかしくなった。はっきり言って辺野古の地元住民は一人もいない。はっきり言って邪魔。これが住民の方々の民意だそうであります。どうやらパヨールは本気で無邪気に地元民が工事妨害してると思ってたみたいですね。無知無能の情弱丸だし、まあお年もお年ですから、段階とまではいかないのかな、パヨールって。まあテレビと新聞しか見てないな。私の動画見たりですね、メルマガ買っていただいたりですね、そういうエリートの高齢者さんたちとは一味違う無知無能。とある区役所の福祉課職員さんから、聞きました。以前ですけど、炊き出しなどでホームレスを集めスカウトして沖縄に送り込む組織がある。暴対法で食えなくなった底辺ヤクザなどもスカウト対象。沖縄で福島みずほさんからしょっちゅう差し入れがあった。最初のうちは酒の差し入れもあったが、組織の金繰りが悪くなったのか、だんだんと待遇が悪くなり返された。で、相談に来たホームレスからこういう証言があったので、私は確かにこう聞いております。これが嘘だったら、まあ福島みずほに訴えてもしゃあないな、って、思っております。私は確かにこう聞きました。沖縄で基地の前でギャーギャーされてる人間に地元住民はほぼいない。これは真実。パヨール石井は知らんかった。無知無能情弱丸出しと。まあ無知無能情弱丸出しじゃないと今時左翼なんかやってられませんけどね。あんなバカな嘘に騙されんだもんね。というわけで10日に署名活動メール党員様、お手伝いよろしくお願いします。11月20日 NHK スクランブルでも予定をしております。こちらの方もちょっと気に留めておいて、ください。メール党員さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。